ね、太極拳クラブ優勝インストラクターの国聡と、真帆ちゃんです。最近真帆ちゃんが疑問に思っていることをもう直に聞いて、その質問に答えていくっていう感じで動画を上げていってます。さあ、今日は太極拳やってて、なんかうまくいかないことがありますか？はい、で24式の回転式、回転式ハイリー君、ハイリー君、はい、リー君、はい、その時の、まあ、最後のこの沈んでいく時の、この手の位置、うんが、まあ、よく横っていうかあれですけど、まあ、ちょっとサイドだとか、それとも体の体側に近い位置に入っているとか、うん、あとこの手先の意識が、うん、こう斜めにこう行くのか、それともまっすぐ下にこう入っていくのかっていうところがちょっと、うん、なるほど。まず「はい」に「剣」の「はい」は海ですよね。はい、「り」は底、海の底で「剣」は「はい、なので海の底に針を落とす、いい名前ですね。あ、いい名前だなと思うんですよ。で、実際僕練習するときに本当にこう海の底に針を落とすようなイメージで、こう中身こう深海の方にスーッとこう手が長く降りてくるっていうようなイメージで実際やってるんですけど、じゃあまずそうですね、手が肩の前と。肩の前、まあ、はい、体側辺りなのか、はい、まあ、ちょっともうちょっと開いて、まあ、左手がちょっと開いてるんで、それに合わせて、はい、手も同じぐらい開いてやるとか、あ、開いて、はい、体、まあ、右手だけ差し込む方だけ体側に近いとか、体側？体側、ここ、ここね、はい、ここかここか、はい、あとは、あとは、うん、中？中？中はないです。中はないですね、うん、なんで、まあ、どっちが正解なのかと、はい、まあ、力の方向ですね、斜めに、まあ、まあ、じゃあとりあえずその1番、2番、はい、3番どれかっていうところから解説しますね。 1番ここだって思うのはどこですか？僕は外って言い方です。まあ、ちょっと離れて、結構太極拳のベテランの方も多分見てると思うので、まあ、なので今回の動画はちょっとこう始めたばっかりの、まだ太極拳始めて1年も経ちませんみたいな方は聞いていただいたらいいと思うんですけど、これまずやっぱ解決する方法として、じゃあ一番外、はい、同じぐらいでちょっと構えてもらっていいですか？はい、これが正解でしたっけ？ここでしたっけ？まあ、ここか、ここか、どっちか、はい、どっちか、そっちで、はい、で、こう沈んでますよね、はい、これで前の動画、優勝の動画で太極拳練習するとき、呼吸と攻撃防御の話してるんで、もしよかったらそれもね、興味があったら参考にしてみてください。ということで、今回もちょっとその武術性を考えて、はい、今の動きしてください。はい、今のポーズ。確かに、これ、顔を前に倒してるんで、ここに手が何にもなかったら、もう一発で、チーン、よけ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 なってしまいますから、実は、まあ、結論から言うとですね、まとちゃんが、これはないですよねって言ってた真ん中が正解です。いや、それはそうでしょ。だって、蹴りません？蹴ります。空いてたらやっぱ蹴りますよ、ね。で、これ、かこう構えて、はい、で僕一回ね、タイミングが悪くて、このハイリー・ジェンの今の失敗例みたいなのに食らったことあるんですよ。こう入り込む時にちょっと前かがみが入ってしまった時に、はい、ちょうどタイミング悪くうちの生徒さんが膝を上げていったんですよ。でもこうこれこうって顔を打っちゃったことがあるんですけど、ここだったかな、ここだったかな、まあたまたまここ鼻に当たらなかったらよかったんですけど、めちゃくちゃものすごいタイミングで膝と顔が同時に来たんですね。その時に手が空いてたんで食らってしまったんですけど、でいつもよくそれもあって相手の懐に入る時はちゃんとこうやってガードして入ってくださいねっていうのを教えられると思うんですけど、なのでこれも同じです。で、あとただまあ多分今こうやってすごい絞ろうとしてウィンチみたいな感じでやろうとしてたんですけど、ローシーアオブが前かがみになってるのがよくです。ああ、うん、
あのこう合わせるでしょ、はい、で構えるじゃないですか、はい、これこの構えてるところはこれ入れ替わってるところと似てますよね、はい、うん、でそこからローシアウトもこうやって打ちませんよ、はい、うん、体のほっぺたの方に近づいて、それから鼻のところからまっすぐ打つローシアウト、はい、これが押すんじゃなくてチョアン刺すっていう動作に変わってる。だからこの時の軌道もですね、こうしたら、まあ、体の中心に寄っていくようにしながら泳いでいく、はい、っていうことなんですよね。体育圏やっている人で実際にこうスパーリングしたりとか戦うためにやってる人って結構少ないと思うんですけど、かといってなのでさっきみたいにちょっとこう戦ってる感覚がなくてやってると動作も崩れていってしまったりするので、あくまでそういった鼻を折られないように ちゃんと体を守りながら技を仕掛けていくというようなことも意識して体験やると、こういう時もね、なんで寄せることによってこういったところいろんな体のいろんな筋肉が働くようになるので、よかったらそういうふうに練習してみてください。あ、まだ何かありましたね。あとはその時間の方ですかね、こう斜めに差し込んでいくのか、こうなんか真下にこう上げていくのか。これはですね、体極拳の流派によっても違うんですよね、まあ、うん、こういうような動きもあるし、この差し込む角度についてなんですけど、これもやっぱりやってみる方が分かりやすいと思うんですけど、うん、ちょっと要は下に行くか、下に行くか斜めに行くか、うん、じゃあちょっと下に、うん、うん、この時、うん、この斜め、でもさっきより強いですね。はい、斜め。どっちが強いですか？斜めの方が強い、はい。はい。ということで、斜めでいいと思います。はい。やっぱり、力が強い状態で立つっていうことが体育拳にとって重要なファクターの一つになるんですよ。はい。なので、この刺す位置は大体このくらいの位置で行うようにしてください。はい、ということで今回はハイティくんでした。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。いつも高評価をしてくれる皆さん、本当に感謝してます。